グルス先発は塩見です。ツーアウトから近藤中田連打、二塁一塁のピッチを迎えましたけども、ワンボーロンは最後外のまっすぐで三振を取りました。立ち上がりピッチを出しました。で有原もツーアウトランナー二塁一塁、同じ場面でウィーラーを迎えます。有原の方は変化球で三振を取りました。両先発ピッチャーとも立ち上がりランナー2人勝負ましたけども、ゼロで終えています。3回です。この回はイーグルスの方はワンアウト二塁一塁で今日4番に入った浅村、ここは三振に倒れてツーアウト。この後ウィーラーも三振であと1本が出ませんでした。0対0でゲームは4回に入ります。3回までゼロを並べた塩見ですけども、この回先頭バッターの近藤にヒットを許して、中田に対してはフォークが抜けてしまいました。中田失投を逃さずに先制のツーランホームラン、4回の表ファイターズが2点を先に取りました。さてゲームはこのまま7回に入ります。ファイターズの方はワンアウトランナー2塁で石井和成のこの当たり、イーグルスの外野陣はかなり前、ここは勝負をかけていましたけれども、石井和成の左中間へのタイムリースリーベース、ここで塩見はマウンドを降ります。3対0で、この後ハーマンマウンドに上がってワンアウトランナー三塁というところで初球セーフティースクイズできました。石川亮がスクイズを決めて4対0とします。7回です。有原の方は先制点をもらった後はスイスイときました。この回もツーアウトを取って代打渡辺義明を三振、7回ゼロで終えるピッチング、11個の今日は三振を持って勝ち投手の権利を持ってマウンドを降りました。8回です。イーグルスはクモンから野木が取れてて、そして今日2番の銀次、初球でした。銀次はセッターの右へ、これがタイムリーツーベース、イーグルスチームにとって久しぶりのタイムリー、銀次にヒットが出て1点を返します。でこの後ツーアウト満塁で宮西マウンドに上がっています。バッターボックスは島内、フルカウントから最後外に外れて押し出しのフォアボール、これで4対2イーグルス2点差と迫ります。そして満塁のチャンス続いて代打太田でしたけれども、ここは太田三振に倒れました。4対2ファイターズリードで9回です。マウンド上には今日一軍に上がってきました秋吉、ランナー1人出しましたけれども最後のバッター銀次三振でゲームセット。イーグルス、今日連敗を止めることができず、これで7連敗ということになりました。